どうもこんにちは、三浦です。妖怪ウォッチ4プラプラやっていきたいなと思います。今回はですね、これ一度クリアしているんですけど、この神々の戯れというミッションをやると一定確率で剣神アマテラス、月神つくよみがゲットできるということでやっていきましょう。これ一人でやると結構時間かかると思ったんで、今回マルチ、結構レベル高い人が集まってくれましたね。僕はね、もう自分からもヒーラー選んで一生懸命みんなのためにね、回復作業しようかなと思ってんだけど。まあでもみんな結構レベル高かったから、もしかしたらヒーラーとかいらないかもしれないけどね。まあいいか。さあまずここで、一旦つくよみと、アマテラスと戦って、この後まあ本番があるんでね。うわ、みんなすごいな。やっぱ強い人とやると早いね。もう終わっちゃったんだけど。俺何もやってないよ。あ、そしたら、あれだ。ちょっと夏目に、取り付くことできなかったな。いいな、両方とも欲しいな。つくよみはヒーラーらしいんだよね。アマテラスは何なんだろうね。ちょっとアタッカーっぽいけどね。杖持ってるし。早っ、早すぎ。ちょっとあれだな、今回あれだな、ヒーラーいらないな、これ。ビクトリオン、ヒーラーいらないですね。いざとなったらこう取り付きやってね、例えばこれだったらもうシャカシャカすればいいだけだから。さあ結果が気になる。あー、ゲットできなかった。マジで。おお、来た来たねー。アマテラスとツクヨミ、一気に両方仲間になってくれるのかな。どうだろう。おっ、ツクヨミもゲットできるはずなんだけど。おお、来た。アマテラスは多分10回ぐらいで僕来ましたね。あ、違う、ぐちゃ、ツクヨミが10回ぐらいで、アマテラスは3回ぐらいですね。まあちょっと今マルチでやって待ってる人がいるのでね、ちょっとここら辺はパッパッパッと飛ばして。今ヒーラーはこのおゆきちゃんを主戦力で使っているんだけども、さっきゲットしたつくよみっていうのをちょっと見ていこうかな。あ、スキルが強いね。バトルに出ている間、味方全員の物理、妖術守りが常にアップ。なるほど。おゆきちゃんは何だったんだ。通常攻撃が氷属性になる。これはちょっとどうなのかなっていう感じからするね。よし、じゃあ、まあ今度からちょっとつくよみを使っていこう。でも性格が素直でいやらしいなってんな。いやらしいのはなんとなくわかるけどね。必殺が強くない？これ。無限月光。月の光で味方全員のヒットポイントと、気絶した味方の焦点ゲージを回復っていうことで、もう、焦点しつつある味方を復活させることができるということで、これ、桃姫と同じだね。そうだね。ときめき百鬼夜行と全く一緒だね。
で、剣神アマテラスもゲットしましたけど、こちらはシューターなんですね。なんかあの杖みたいなやつ持ってるからね、アタッカーなのかなと思ったんだけど、スキルが剣神の加護、味方全員の YP 回復量が常にアップということで、これ結構いいね。あの YP がなさすぎて攻撃がなかなか出てこないってことがあるからね。必殺は天照降臨で、こうステータスアップ系ですね。まあ、ブリー隊長みたいな必殺技だね、これね。はい、ということで今回はこの神々の戯れというミッションをやって、剣神アマテラスと月神ツクヨミをゲットしていきました。僕の場合は、アマテラスは3回ぐらい、ツクヨミは多分10回ぐらいでゲットできましたね。一人でやってもいいし、マルチでやっても、まあ、ゲットできるんですけども、マルチでやった方が、まあ、これは断然早いので、おすすめはマルチだと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、よろしくお願いします。